んにちは。前回、2048というゲームをこんな感じで自動で動かしてプレイしてみました。その結果、最高でも512までしかいかなかったので、今回から強化学習を用いて、さらに高得点を狙っていきます。強化学習の仕方を簡単に説明しましょう。まず、コンピューターの入力は上下左右の4通りです。コンピューターを AI として話しましょう。まず AI は、盤面を見て上下左右のどれかを入力します。具体的には、AI には、盤面の各マスの位置と、そこにあるタイルの数字を教えます。タイルがない場合は0として教えておきます。その情報を元に動いた結果、同じ数字のタイルがぶつかったとき、その数字の100分の1の報酬をもらえます。今の状態から AI が下を入力した場合、タイル同士はぶつからないので、報酬はもらえません。ここから、右に動かした場合、報酬がもらえますね。タイルの数字によってもらえる報酬が変わります。報酬を100倍したら、スコアの半分の数字になるくらいの報酬に設定しました。ただこんな状態の時、右を入力しても、タイルは全く動きません。タイルが全く動かないような入力をした時は、微小な罰を与えます。そして、10回連続でタイルが動かない入力をした時、または、ゲームオーバーの時、大きな罰を与えてリセットします。ちなみに、クリアした時は、大きな報酬を与えてリセットです。さて、そうすると AI は報酬をたくさんもらうように頑張って学習していきます。今これは学習開始直後です。最初はランダムに入力を決定して、どうすれば報酬がもらえるのか試行錯誤します。ルールを教えているわけではなく、環境と報酬を設定するだけで学習が進んでいくところが強化学習の面白いとこの一つですね。ただ、2048を強化学習でクリアというのは、いろんな人が挑戦していて、論文もいっぱい発表されています。論文にまとめられるぐらいなので、難易度は高く、そう簡単にできるものではなさそうですね。とりあえず、こういう感じで学習を進めていきます。これが途中まで学習した子たちです。見てみましょう。どうやら右の方に大きい数字をまとめるようになってきたようです。皆さんがよくやる戦法ですね。やはりこれが高得点を狙いやすいということでしょうか。とりあえず100回プレイしてみましょう。プレイしました。50% 以上は256に到達しています。学習はいい感じに進んでそうなので、このまま学習を続けました。そして学習完了後。右に集めていく戦法は変わっていませんね。とりあえず100回プレイはしてみましょう。だいぶ賢くなっていて、100回プレイし終わるのにも時間がかかるようになってました。ということで100回完了、ついに1024に達していますね。しかも 10% も。ハイスコアは私の最高記録よりも高いです。さて、1024までは到達しましたが、肝心のクリアはできていません。このまま続けていれば、今回の AI でもクリアできるのか、じっと見つめて応援していました。すると、1400回に差し掛かろうとしてた時、ついに、この子がクリアしました。その様子を見てみましょう。本当は今回のモデルではクリアできないと思っていて、次回以降またクリアに向けて頑張ろうと思っていましたが、なんかクリアしちゃいましたね。サクッと完成したような動画ですが、ニューラルネットワークの調整にかなり悩んで、結構試行錯誤しました。右上から大きい順に数字タイルができていて、とても綺麗に揃えています。ということでクリアー。結論、強化学習はすごい。2000回やって、クリア率は 0.05% でした。